からなかった。皆様こんにちは、山芋です。本日はファンタジーライフオンラインをやっていきます。はい、新しいイベントが来てから全然ね、動画も撮ってなくて、あんまりやってなかったんですよ。で、あ、そうそう、ここの、今緑になってるけど、雪が溶けて、やっと葉っぱが出てきましたね。春が来たって感じがします。はい、このニセズキンちゃんが来てて、今後半も来てるんですけど、前半もね、一応コンプリートしてるけども、交換報酬があんまりもらってないんですよね。一応、屏風と何もらったっけ？そうだ、屏風までだ。ひな壇だけもらったんですよ、おひな祭りのやつをね。まあでも、おひなさんはもう終わっちゃいましたけども、で、これですね、召喚で、新しいガシャ来てたのまだ引いてなかったので、引いてみたいと思います。なんか11連のガシャを50回引いたら星51体確定でものすごいですよね。いや、ちょっとさすがにちょっと私は無課金なので、できませんけども、無課金なりに、なんか不具合とかでサービスで、このキラキラの石もらったりとかしたので、今703個あります。なんでキャラのやつを一回引こうかなと思います。なんか装備もね、欲しいような気もするんだけども、この子で、いきます。ではではでは。一回じゃなくて、星5確定まで、何星を、違う。おまけ付きのやつですね。あと10回とか気にしちゃダメですよね。提供割合ですね。召喚の詳細、ジーク、オリビア、ララバ。だいたいね、欲しいやつが、いるんだけども。注目ポイント。なんかいろいろ書いてますけども。まあ、50回しろっていうことですよね。あー、すごいな。なんか強そう、ラオラちゃん。では、引きます。はい、ボタン押しましたよ。光らなかった。やった嬉しい嬉しい嬉しい。確率アップしてるわけじゃないのかな。でも、とりあえず1個は、いるから、ありがとうございます。どこに来るかな？どこ？最初から。誰？やった！全然関係ない方かもしれない。ジョゼットさん。多分料理人は星子いなかったかな？と喜んでおきます。ありがとうございます。はい、覚醒。覚醒しちゃいましたね。あと星4。おっと、イアン君もマックスだからね。星屑ストーンありがとうございます。イアン君めっちゃ強くなったのね、なんかね。あと初めてじゃないかな。違うわ。使ってないだけ。魔法使い全然やってないからね。オッケー。めっちゃ覚醒してますね。ありがとうございます。次3。リトアナちゃん。リトアナちゃん今使ってないからね。まあでもありがとうございます。強くなったね。あ！アルト君だ！アルト君は、レギュラーメンバーの中にいらっしゃるので、ありがとうございます。ペコちゃん。ペコちゃん覚醒。オッケーです。はい、次。あ、ヨシカちゃん。ヨシカちゃんもあんまり使ってないけども、結構レベル初めに使ってたんでね、上がってるんですよね。ありがとうございます。ペコちゃん今日も2回目じゃないですか。マックス覚醒来ましたね。ありがとうございます。はい、次。次。来た。オッケー。ミーナちゃん。ミーナちゃん使ってないけども、まだね、マックス覚醒してないからね。サボちゃん、ありがとうございます。でも持ってない星5の方来てくれたんで、本当ありがとうございます。今日このレニックも使ってみたいんですよね。もう一回召喚できないできないできない。ね、星5が当たっただけでもね、幸せなことって、他のゲームのガシャよりも当たりにくいような感じがする。なんかハート出てましたね。何もらった？オッケー、キュアエイド。結構使いますからね。今、ライフが、こんな感じなんですけども、ちょっとね、剣の方で星5の武器がなくて、弓だったら星5があったので、今、ちょっと狩人で頑張ろうかなと思ってるとこなんですよ。イベントがなかなか勝てなくて、で、このアイテム強化のとこに、これだね。多分進化を一回なんかやってみたんだよね。で、まだできるし、レリックがめちゃあるから、ちょっと、これをやってみようかなと思います。押してみていい？どっちがいいんだろう。確率が、でもこれ、まだ
失敗しないもんね、レベルに。なんかわかんないけども、ココナちゃんがやってくれるみたいだから、このまま行きます。進化するで。はい、押します。118個もあるもんね。めっちゃ、ゴシゴシ。ゴシゴシじゃないか。見た目は変わってない。おー、なんかわかんない。攻撃力が上がってるっぽいですね。すごい音がした。じゃ、進化を続けます。おっと、失敗する確率が出てきた。でも 2% とかなんで、ここはもう全然ね、失敗したらどうなるかも見たいですもんね。じゃあ、このまま行きます。さあ、どうなる？ OK？ あ、成功しました。大成功ではないけども、成功しましたね。よしよしよし。進化を続ける。で、まだ1個だからね、失敗したってまたやればいいもんね。今116個もあるから、ちょ、ガンガン。やってみたいと思います。どう？怖いね、これ。あ、成功成功。さすが 7% だからね、ここら辺は、いけといてもらわないとね。お、どんどん！わ、すごい！大成功は 9% になって失敗の方が多くなってきましたね。さあ、どうなる？え、怖いな。あ、よかった、成功だ。え、失敗したらどんな感じになるんだろう。で、まだ一個ずつしか使わないから全然。わかんない。怖いね。急に増えるのかな。うわぁ、どんどん、どんどん失敗する確率が上がってる。さあ、何？初めて失敗した。けど、下がってないよね、何にも。ん？レベルが下がるのかなと思ったけど、下がってるわけではない。ただレリックが減っただけっていう感じ。お金の300円損したかなっていう感じなのかな。なんか星5のやつをなんか、やばいことしてるかもしれないけども、このまま。このまま行きます。1個使ったら絶対、レベルっていうかな、EV が1個上がるんだろうか。うわ、これ失敗するか、あ、レリックも2個使うようになりましたね、こっから。やばいかな。2分の1ぐらいだよ。あ、でも成功した。よかった。よしよし。めちゃくちゃ攻撃力上がってますよね。オッケーオッケーオッケー。進化を続ける。まあ、2個使う。でもまあ行こう。まあ行こう。さあ、どうだ。あ、失敗した。でも下がってないよ。まだ行こう。続ける。で、このまま。約2分の1ですね。まだ成功の確率高いんで、ここで失敗してもまだまだ。あ、大失敗したら下がるんだ！怖い怖い怖い！それはちょっと怖い。そっか、失敗はいいけど、大失敗はやばいんだ。いや、でもこのまま行きます。このまま。だってまだ2分の1だもんだって。どう？おー、よかったよ。ここからですよね。どうしようかな。悩むな。ただココナちゃんがガンガン上がっていってるっていうだけになっちゃうんだけども。でも一回、まだね、100個あるんで。すっごい無駄遣いしてるかな。どう？あ、失敗しちゃった。もう一回してみよう。せめて、レベル10までは行きたいな、これで。危ないかな、こんなに使ったら。まだでも他に欲しい星5の武器が全くないんだよな。あ、よかった、成功した。OK。すごいですね。え？まだ見た目追加は。え？到達した。なになに？見た目が追加？なんかこれ以上下がりますね。出たね。ん？あ、レベル10まで行くと、なんか止まるのかな？でももう一回、あ、大失敗ないよ。これ。じゃ、このまま行こう。あ、ちょっと見た目が変わったんだ。さっきのちゃんと目に焼き付けてなかったからあれだけども。成功成功、オッケーオッケー。完璧じゃないですか。で、次の大失敗の確率が気になる。おー、すごいなー。こ
これもきついかな。でも、レリックレプリカが4個使っちゃうんだよね。お金はなんかね、いっぱいあるからいいんだけど、SP が上がるんだ。SP も上がるってすごいね。え、普通の使っちゃったけどいけるかな ?2 分の1だよ、だって。失敗した、やばい。ちょっと待って、待って。ちょっと待って。せっかくさっき成功したから、これで、普通のレリックで成功させてから、レリックレプリカを使って12までいこう。ね、そうしよう。成功してお願い。あ、よかったよかったです。怖い怖い怖い。怖いよ、もう。オッケー。これ使えます。あ、でも失敗するんだ、これ使っても。あ、両方使うの?両方使うんだ、これ。じゃあ、もったいないかな。え、失敗した。嘘嘘嘘。もったいない。そうか、これきついな。とりあえずもう一回だけやって、12までしよう、12まで。50ってキリが良さそうだから。どこまで行く?え、大失敗するの?あ、でも下がらないんだ。あ、大失敗に行くけど下がりませんってことなんだ。あ、それも知らなかった。12になかなか行かないね。ガシャよりも怖いね、これ。あ、よかった、成功した。ちょっとここで一回止めましょう。これは、運ってすごい嫌ですね。運って嫌だな。もうほぼ失敗しそうだもんね、こっからも。はー、なるほど。これで山山ちゃんがめっちゃ強くなったわけではないんだけども。まあまあ、これで600今あると。ウォーコ君とか400だもん。みんな400台ぐらい。ビラハートさんが500。え、自分がレベル60の剣士だったらどれぐらいなんだろう。今600でしょ、覚えとこう。今、剣士になってきたんだけども、あ、600超えてるんだ。星4でレベル12なのに。あー、なるほど。で、まだこの子の方が強いのか。で、レベルをもうちょっと上げて、なんとかした方がいいってことね。打ち直しって誰がするんだろう。あ、この人たちだったら余裕なんじゃないの?ちょっとやってみよう。なんか、ココナちゃんも、みんなやる気満々だ。でもフルオートでいいですか?難しいから。怖いから。ちょっとやってみよう、これで。打ち直し開始で、で、ここココナちゃんに変えてやってもらおう。さあ、どれぐらいで終わるか、ちょっと見てみたいと思います。あ、全然無理だ。全然間に合わない。てか自分、私、大工で来てないじゃん。星5の武器ってこんなに大変なんだ。え、びっくりした。星4だったらまださ、いけるじゃん。全然なんか打ち直しできる感じしないもんね。うわぁ。これは大変だ。ただ今やっと達人になったんでまたレベルを上げて、今のイベント頑張っていきたいと思います。多分この家にあるんじゃないかな。ゲットしたやつ。は、あった。めっちゃ怪しいけど。置いてます。一応ゲットしたやつね。はい、今回のイベントなかなかクリアできないので頑張って、もうちょっとレベルとか上げて、楽しんでいきたいと思います。皆様ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。さよなら、またねー。バイバイ。